FC 東京森重マストのマイベストチーム。フォーメーションは 4-4-2 です。ゴールキーパーは、権田修一選手。やっぱりスーパーセーブが結構多かったので、やっぱり反応も早いですし、1試合の中でそういうのが何個かあるの で自分らも対戦した時に 2得点分ぐらい止められたので、まあ、そのイメージがすごい残ってます。左サイドバックは山中選手、左足がすごい武器なので、まあ、あの左足はシュートも狙えますし、もちろんフリーキックありますし、アシストもあるし、まあ、脅威かなというふうに思ってます。センターバック庄司源選手と、牧野智明選手、まあ、2人とも、人に強いタイプですし、まあ、日本を代表するセンターバックなので、まあ、庄司選手は、まあ、経験も豊富ですし、人に強いところだったり、まあ、ビルドアップも毎年上手くなってるなというのは感じてるので、まあ、そういう意味を込めて、期待も込めて庄司源選手。牧野はもう、まあ、誰もが知ってる、熱いプレイヤーですし、気持ちの面でも、精神面でもやっぱチームのためになれるのは、まあ、その2人がセンターバックだとやっぱチームが安定するかなと思います。右サイドバックは FC ニョ選手です。やっぱり川崎の攻撃サッカーの象徴でもありますし、やっぱりサイドバックなのにあそこまで、攻撃的にかつ有効的に、攻撃ができる選手っていうのはなかなかいないかなと思う。中盤の左は清武選手です。理由はやっぱりチャンスメイクもできるし、点も取れるし、個人的に好きな選手なので、まあ、やっぱあそこの位置で、右足でボールを持つっていうのが脅威かなと思います。でボランチは、大島選手、フロンタレの攻撃の中心ですし、やっぱりパスも出せるし、パスの成功率も高いし、精度のパスが出せるので、まあ、彼が中盤にいてくれたらすごい楽かなと思います。もう一人のボランチは三沢選手、やっぱり守備力も、ありますし、大島選手が攻撃的な分、三沢選手でバランス取るという意味で、まあ、これからの活躍の意味も込めて三沢選手。で右のサイドハーフは家永選手、やっぱりキープ力がすごいあるし、清武と家永選手が2人いたら、まあ、すごい攻撃力は抜群かなと。フォワードはバミジョン選手、ゴール前での駆け引きだったり、飛び込むところだったり、隙をついてのシュートだったり、まあ、強引にゴールに持っていくことができる選手だと思う、まあ、いい選手かなと思います。もう一人は転木慎三選手ですね、まあ、常にディフェンスと駆け引きして、ゴールを狙ってますし、まあ、いろんな形からのシュートを持っているので、まあ、ディフェンダーとしては一瞬の隙をこう与えられない、一瞬の隙も与えられないいい選手だなというのは思います。だから大島選手との相性だったり、清武選手の相性だったり、家永選手との相性だったりっていうのもいいかなと思うんで、この11人が最強の11人だと思います。